Thank you. My name is Takashi Kobayashi. I come from Japan. This is my very first time to visit to Taiwan, Taipei. And Taiwan is a very special place for me because my father grew up in Taiwan when he was a child. So my father always talked about what is beautiful and wonderful in Taiwan. So at last I came here. And I do surf, so many of my friends come to visit to Taiwan to surf. I think almost the south face to the wave, right? So, but I never surf this time. I don't have any time, but I'm very happy to see you. And just be relaxed. And if you want to sleep, please sleep, no problem. And freedom is, I made this word. This word is mixed. I'm making one is freedom, you know, the freedom. And the tree, a mix of freedom. That's what I want to say about tree houses. So I want to some photo and to show you. This is tree house, roots of tree house. This is, I didn't build it. This is in the Indonesia, the name of Irian Jaya. It's a very, very native people. Temporarily living here, they protect to the enemy and poison everything. I speak Japanese, I'm sorry. So, でこの、人たちをヨーロッパから、香辛料を求めてこう南にずっと大きい船で航海したヨーロッパの人たちが、地上からこの人たちの生活を見て、ヨーロッパに帰ってちょうどローマ法王とかの庭師たちに作らせたっていうのがトゥリーハウスのルーツです。もともとはだからアジアが発祥なんですね。これ50メートルぐらいの高さの、上に、住んでるんですね。で、why people very love to tree houses? I think we have my Asian 僕らの祖先がはやっぱこう木の上に住んでた猿だった時の DNA がまだ自分たちの頭の中に残っていて、木の上に登ると何かやっぱりこうテンションがすごく上がるんじゃないかって僕は思っているし、 We must be into the nature. So tree house is just switch or door to the nature. So when we into the tree houses, the all feeling is very, very focuses. I can feel the sound of rain. I can touch the bark of tree. I can hear the leaf waving. So every six senses, 全てのこう第五感六感がすごくトゥリーハウスの中に入るとすごく鋭くなって、普段僕らがいるこう人間が作ったこういう建物の中にいるとついこうなくなってしまう感覚が、トゥリーハウスの中に入ると目覚めるというか、もともと僕らの中僕の体の中にもこう入っているたくさんの自然の本能が、トゥリーハウスの中に入ると蘇る。だからこう現代の人はトゥリーハウスに憧れているんじゃないのかなと。僕は20年間で120ぐらいのトゥリーハウスを今まで作ってきてそう思います。いやです、この人たちがそのルーツ、今でもまだ生活をしていて、つい10年20年ぐらいまでは文明を拒んでいて、自分たちの種族以外は全部敵だと思っていて、どこのメディアも入れなかったんですが、最近はナショナルジオグラフィックというところが、彼らの生活を初めて明かして、森の中、地球上の森の中にまだこういう生活をしている人たちがいるんだということがつい最近分かったんですね。それからこれからちょっと僕が、作った、自然の中で作ったトゥリーハウスの、作品をちょっと紹介します。これは
2011年に日本を沖縄の震災が襲ってですね、たくさんの人たちが亡くなり、今もまだ1000人以上の人たちが、の遺体が見つかっていません。町全体が亡くなってしまったその大人たちだったり、そのお母さんを亡くした子どもたちだったり、子どもを亡くした親たちのために何か再生の印として、再生のシンボルとしてツリーハウスを作ってくれないかっていうことを地元の行政政治側から言われて作ることにしました。中国ではそうかどうかわからないんですが、僕の頭の中ではドラゴン、竜ですかね、竜の形っていうのはこう何もないところからこう再生していく強い力のシンボルだと思っているので、こう全体的にはこれはこう竜が地面からこう登っていくようなあの形をデザインしたのと、どこの材木も買わずにこの自然に生えている木を切って、そこにあるものだけで 100% 作ったツリーハウスです。そう、人間が作ったいろんなものはいずれ壊れてしまうんだなって、どんなに頑丈なビルも大きな津波が来たり大きな地震が来たら壊れてしまうんだというのを僕はその、3年前の地震と津波ですごく思い知ったんです。だからどうせどんなものもいつか壊れてしまう、それであれば自然の中に自然のもので、作り、壊れたらまた再生するっていう、そのツリーハウスにはとっても意味があるなっていうふうにこの時には思いました。大きな重機、ブルドーザーとか機械がほとんど入れなかったもんですから、チェーンソーだけを持って山に入って木を切って、板も建物の形も全部生きている木から一つずつ作っていったんですね。きっと昔まだ僕らが、家を作る力がない頃、建築っていう学問がない頃、自然の中で自分たちの身を守る場所を作ろうとしたら、きっとこういうふうに作ったんだろうっていうふうに思いました。これですね、これはピースマークで、僕はいろんなツリーハウスに何らかの形で、僕基本的には当たり前ですけど戦争を反対しているし、核兵器も原子力発電所も嫌いなので、どこかに僕が作ったツリーハウスにはこのマークが入ってます。これ1階部分なんですけど、ここは岩だったんですけどね、こう岩を削って全部こう削り出して、ここにストーブを削って作ったんです。ストーブを置いたんじゃなくて山を削って作ったんですね。これがあることで、もし電力が急に止まっても、ここで暖が取れるし、ここで食べ物が、作れる。そのまさかの時に役に立つのは、電気や原子力じゃなくて自然なんじゃないかってすごく思います。これは北海道ですね。 This is for heavy handicap kids and barrier-free tree houses。 日本で初めての、バリアフリーのツリーハウスで、重度の障害を持って、生まれてきて、その機械や何かをつけていない両親が世話をしないと、ご飯も食べられないし寝ることもできないと。この子どもたちの両親はパジャマに着替えたことが一度もないんですね。なぜかというと、自分の子どもがこういつ具合が悪くなるかわからないから、パジャマに着替えられない、そういう家族や子どもたちが、木の上でトリーハウスの上で過ごせたら一生に一度でもすごく素敵なんじゃないかということで、財団法人に頼まれて作ったツリーハウスです。 This is in the rainforest in Japan。 日本の中の、雨がすごく多い、今日雨の音、これ今こう聞こえますよね。雨の音みんな聞こえますか？この建物にいても聞こえると思うんですけど、僕は普段から町の中じゃない場所にいることが多いので、ちょっと静かにするとこの外の雨の音だったりがすごくとってもいいですよね。雨はいいんです。木にとってもいいんです。木は雨が好きだし、雨も木が好きだし、だから僕も雨が好きです。これは日本で多分、一番、もしかしたら2番目か3番目ぐらいに高い高級なリゾートホテルの敷地の一番端に
川の流れているすぐそばにあります。ツリーハウスの中に入ると最初はこういろんな自分たちの持っている日常、いろんな、いやあれしなきゃこれしなきゃ、いや俺はこれは悩んでるみたいな話があるんですが、中に入ってしばらく5分か10分じっとしているといろんなこう邪魔なものがなくなっていって裸の自分に戻れると、そういうことをコンセプトに作ったツリーハウスです。そうですね、だからツリーハウスはやっぱりこう自然の中で、もちろんこのままこの格好のままこう傘を差して、雨の中を森の中にいてもいいんですけど、それはちょっと大変なので、自然を観察したり自然を感じるための、ツールというか装置ですね。だから主人公は決してツリーハウスじゃなくて、木の方が主人公なんです。この中はですね、すごくとっても狭いんですけど、これは全部あの川の中にある河原の石を拾って作っていますし、この壁も近くで採れた土、壁、山の土を掘ってきて、それに天然のものを色に塗って作ったんですね。だから人間はきっとこう家、マンションに住むのと違って、ツリーハウスはどっちかというとこう、巣ですかね、鳥の巣だったり虫の巣だったり、人間で言えばきっとお母さんの子宮の中に入ってたような、なんかこう安らかな気持ちに、させるのが、まあ、僕の仕事というか、僕はそれをコンセプトにツリーハウスは作っています。そして基本的にあの工業製品、工場で作られたいろんなものたちが僕はあの好きじゃなくて、基本的にはハンドメイドをしたい、できれば遠くから運んできたものじゃなくて、その土地にあるその場所にあるものを使ってものを作っていくと、だから同じものが一つもないっていうのがきっと僕の作ったトリーハウスじゃないかと思います。これはですね、あの九州ですね、日本はあの北海道があって、ここに本州があって、九州、沖縄、台湾なんですけど、日本の一番南ですね、九州にあります。ここはあの、田んぼの中に、田んぼと畑の中にあって、おばあちゃんがですね、おばあちゃんがちっちゃい頃には、この木登りしてよく遊んだと。自分が大人になっても絶えず子どもたちが来て、その周りでいつでも子どもたちの声が聞こえたけど、最近子どもの声が聞こえないっていう話があって、もう一度この田舎に子どもたちが戻ってこないか、トゥリーハウスを作ったら戻ってきてくれるんじゃないかっていう思いで、おばあちゃんに頼まれたトゥリーハウスです。あの世界中、日本だけではなくて世界中同じだと思うんですけど、いろんな人口がどん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 こう街に流出してきます。なぜかというと、田舎は自然の中では仕事がないからだと思うんですね。ただ僕がやってることは、そのもう一度人間が生活仕事のためにこう街に集中してきてしまったけど、本当にそれでいいのかって、それでなんか忘れたものがあるんじゃないのって、みんなのこうふるさとに帰ったら、実はその素敵な木があったり素敵な川があったり、そういう風景をもう一回振り向く必要があるんじゃないかっていうのが、僕はもう一つトゥリーハウスを作ってる理由の一つです。これはですね、西日本の神戸というところにある、とてもあの、お金持ちのお嬢さんたちが行く、大学の校内にあります。そこの大学でトゥリーハウスを作ったら、学生食堂で可愛い女の子たちとたくさん会えるって言われて、行ったんですけども、実際にはその女性の生徒さんと会うことはあんまりなかったですね。僕たちは山にいたんで、分かるかどうか分からないですけど、これはこう巻き貝ですね。貝がだんだん少しずつこう曲がって上に登っていくという形をコンセプトにしています。そうですね、これがあのドアの入り口がサザエの蓋になっていて、ここですね、このドアは貝殻の蓋で、このすごくちっちゃいところ、ここにステンドグラスが、巻き貝の形に入って、こう巻きながらハウスも全体に巻いて上に行くという形です。なかなかあのお家で、普通の僕らが住む家でここまであのいろんなことを考えて細かくはあのやらないと思うんですね。この僕にとってはあの木の上っていうのはすごくこう自由な、空間です。日本ではまだ、世界でもですか、場所によりますけど、まだほとんどツリーハウスはあの法律的には建築物として認められていない、
だからこそ僕にとってはすごくこう自由な空間で、いろんな法律、僕もともと法律とか、政府とか、パスポートとか民族とか、なんかそういういろんな、システム、僕が決めたんじゃない、誰かが、僕が生まれたらもう勝手に決められてきたシステムがとても嫌いなんですね。だから僕が作ったトリーハウスには何の、図面もないです。あらかじめは頭の中に、全部のデザインは僕の頭の中にあって、紙には基本的には書かず、仲間たちと相談しながら考えながら作っていくので、ある程度イメージをしていますが、完成予想図というのはできてみるまでわからないというところです。これそうね、中から見たこう渦が巻いているところですね。それからこれは多分2007年かな、2008年に日本の一番南、ここから一番近い沖縄で作ったツリーハウスです。地上19メートルの高さ、沖縄は台湾はどうか分かりませんが、日本では台風がすごく発生して通る道なので、沖縄の住んでる人たちにとってはツリーハウスは無理だ、もう台風ですぐなくなっちゃうよって言われましたが、実は結局台風で倒れたんですが、7年間はみんながびっくりするほどのいろんな台風に耐えて、ありました。この天井が10メートルあるかないかぐらいなので、19メートルというとこの天井の大体倍ぐらいの高さですね。今日は写真をあんまりこんな風になると思わないから持ってきてないんですが、僕は作った、一番高いトリーハウスが26メートルで、カンボジアのアンコールワットという世界遺産の中にあります。これは今写真で見せたトリーハウス、19メートルの木の上なので、こうすごく狭くてですね、だいたいこれぐらいかな、その上でとても作業することはできなかったので、地上で作ってですね、地上で作ったトリーハウスをワイヤーで、木と木の間にワイヤーを張って空中移動させているとこです。この文明的な大きなこうユニーク、ビルを作るような大きなクレーンとかは使わずに、単純にこう高いとこから低いとこにワイヤーを渡していくと、考えれば自分たちの周りにあるものでなんとかなる方法で作るっていうのが割と僕の基本的な考え方なんですね。ここがね、今のトリーハウス部分ですね。地上から19メートル、1段2段3段と上がってここに行くんですけど、このトリーハウスはさっき言ったように3年4年前に壊れました。壊れるまではいつか壊れたらどうしよう、トリーハウスが壊れたら自分の責任になるんじゃないか、嫌だな嫌だなと思っていたけど、いざ本当にトリーハウスが壊れてみたら、ああそうかって、壊れるわなそれはっていうふうに、なんか自然に受け止められるようになりました。木は地球上で一番大きくて、地球上で一番長生きする生き物なんですね。だから人間が作ったものの方が先に壊れて当たり前で、その壊れた時に何年間か遊ばせてもらった生きてる木が傷ついたり死んだりしていなければ、それはいいんじゃないかっていうふうに今僕はすごく思っています。それが生き物と人間が一緒に暮らす呼吸というかバランスというか、自然の中で人間がどこまでやったらよくて、どこまでやると見た目に、あ、これはちょっとやりすぎだな、自然がかわいそうと思うのか。僕は一番トリハウスを作るときに大事にしているのは、作った後にいかにバランスが良くて自然の中にきちっと馴染むかというところがとっても大事で、海外、アメリカとかヨーロッパでは割とそういう感覚はないと思うんですが、僕はやっぱアジアの人間なので、やっぱ自然と調和するってことがとっても大事だと思います。世界中に、日本が中心ですけど、120以上のトリハウスを作り、年間に10ヶ月ぐらいは僕はいろんなところをこう旅しながらトリーハウスを仕事として作っていますが、なかなかその自分の場所を手当てしたりメンテナンスしてあげる時間が今まではなかったんです。今はね、もうこの窓ガラスが割れそうに落ちそうになり、建物もだいぶ傾き、木はまたこの写真を撮った時の倍ぐらいになり、樹幹っていうんですけど、こう木はもうこの画面の中に入らないぐらいもう大きくなってるんですね。これから日本に帰ったら、このトリーハウスをきれいに改装、一回壊して、一度壊して、もう一度今の木のサイズに合ったものを作って、できればこう2階建てにして、自分のオフィスとちっちゃなカフェを作ろうと思ってます。
ぜひ日本に来る機会があったら、東京の真ん中の原宿という場所にありますから、ぜひ見に来てください。これで、多分、終わりだと思います。Someday, I want to come next time to build a tree house in Taiwan. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you.